日蓮大師道徳話大師系譜及び誕生5用語解説カルサン袴の一種カタカタは男のことで力もあり武芸に達しておるから抜きなの次郎重忠どうだなんだ騒ぎは誰か参ったか漁師何地引きだよ地引きとは何だ網引きだねイワシ網そうかなかなか重いものと見えて骨が折れるなえりゃこれだけの人で引いてるだけんどどうもなかなか引けねえああ早く引き締めやがれ魚が踊って網をくぐって出るだね手伝ってくんねえそれなら手伝ってやろうかというのでこれから引き張ってやると力があるから造作はない漁師どもも喜んで礼に取れました魚をくれます船へ行ってみなせというから行ってみると夜釣りにはかがりをたいて沖一面にやってる漁というものはまた面白いものでしまいには面白半分に自分から進んで出るようなことになってこれが稼ぎになる習うより慣れろというが悪いことには染みやすいものでだんだんと言葉もおいおい汚くなってきまするなれども他人は殿さん殿さんという始まりは次郎どん次郎どんと犬見たようなことを言っていたが今日も相変わらず釣りに出て腰身の手当っておったが雨がバラバラ降ってきましたから自分で炉を早めてドドッドドッと波打ち岸につけるのが難しいものだそうで船がドーッと踊る拍子にそっとつけてスーッと上がると年の頃31、2になります人でその頃だからカルサンといって山袴を着て大きな荷を肩へしょって傘をかぶりてきました人があまり降り出してきて困っておる。少々物が受けたまわりとうございます。重忠。なんじゃい。ああ、ここらは言葉がわからんかと思ったが、なかなかよくわかる。この島へ昨年参りました、抜きな次郎様というお方は、この島においでですか。どこにおいでかご存じかな。抜きな次郎というのはわしじゃが。おお、貫禄か。へえ、おお、お殿様の。はあ、まあどうも思いがけなく。まあどうも、まあお達者で、まことにどうも。へえ、貫禄でございます。よう訪ねてきてくれた。手前どうして、まあ遠方のところをここへ訪ねてきた。当からお尋ね申したいと思いましたが、私もご存知の通り親父がありますから、お尋ね申そうというと、いや、流罪になってお咎めを被ったお方様のところへ訪ねて行くと、手前、かかわり合いになるから寄せよ。と言いますから、親父も取る年でございますから、私も70に近い人に心配をさせるでもないと思いまして、ただいままで私は実は参りませんでございました。はあ、まあどうかしてお尋ね申そうと、ちょうどいい船の便りがありましたから、この島へ参りましたが、どこで聞いたらわかるかと思って、
まああなたが腰身ので、まあどうも。いや、もう漁師とまでにはなり果てた。常から使った家来どももここにおることを知っておりながら、訪ねてまいる者は一人もない。黄金乏しければ知己集まらずと申すに、手前はまあ俺のようなふつつかな者でも主人と心得てよう訪ねてきてくれたな。六へ続く。